Welcome to our 7th English recitation contest. With practice, many of you can do great things. So, just enjoy speaking your message. Everyone, please think of your biggest personal goal. For real, you can take a second. You've got to feel this to learn it. I'm gonna write it back in. I'm gonna make it in the lecture. I'm gonna bring it this mark here.よく練習をしまして、そして緊張もすると思うんですが、正々堂々とよく発表したと思います。学部全体で学年の壁を取っ払って、こういった機会を設けることで学生の英語力の向上と、それから全体のやる気を伸ばすという、2つの目的があってこのコンテストを始めています。今まで自分ができていると思っていたところは実はできていなかったりだとか、逆にできていないところがもっと自信持っていいよって言ってくださったりとか、もっと早く参加すればよかったっていうぐらい楽しくて、参加することにすごく意味があるコンテストだと感じたので、やりがいがすごくありました。やっぱりネイティブじゃないからゆっくり話さないと伝わらない。人の前に出てやるのと普通に友達同士で喋ってるのが違うんで、もっともっと舞台の上に立ちたいなって思いました。たくさん外国の先生と喋って、もっと自分の発音とかいろいろアドバイスもらったりして、 R がきつい発音があるっていうのを先生から言われたので気をつけました。いい商品ももらえて、楽しくレシテーションさせてもらうことができてとても嬉しいです。全体的にかなりよく自分の言葉として発表ができていたのではないかな、それが審査に時間がかかったということにも表れていたと思います。基本はまず英語でのコミュニケーション能力ということがベースになると思いますので、単にスキルだけの問題ではなくて、その人と人とのコミュニケーションという観点を大事にしながら外国語能力を伸ばしていきたいというふうに考えています。 And come again next year. Thank you very much. I think that's the thing that's